ラジオです。今日もやっていくんですけどね。今日はこれ、ピックアップあるんですね。使っていきたいと思います。ということでね、グローバルね、いつもね、上位5人には絶対に入っているこのね、6人だった。って感じなんですけど、本当に世界ずっと上位にいるこのアナバンっていうね、人が使ってる、このデッキなんですけど、これですね、本当まさにこれ、ペッカバルーンですね、はい、を使っていきたいと思います。で、これですね、なんですけど、なんかね、すごいね、特殊なデッキなんですよ。フリーズとザップとトルネしかないから、大型呪文がないんですね。だから、マジエチュとか、エレキとかね、マスケ処理できなくねってね、思う人ね、いると思うんですけど、ペッカとかにね、めっちゃね、トルネですって、遠距離にとね、ペッカで処理するんですよね。ペッカトルネで処理するっていうことでね、やっていきたいと思います。なんですけど、これですね、なんかね、ペッカトルネスキャラとか、そういうデッキもあるんですけど、ペッカトルネを使う人ってマジで、みんなペッカに対してね、トルネでするんですね。結構、この、アナマンっていう人がね、やるのが、敵と集まった時にね、バルーン単体での、うわ、これはめんどくせえ。バルーン単体での、あれなんですよね。端前とかに飛ばして、手札を整えたりするんですね。そう。本当になんだろう。ペッカー、トルネ、バルーン、フリーズとか手札になった時にね、やっぱ何も出せないんで、バルーンとかはね、本当に端前にね、ポーンって出したりするんですよ。そんな出し方するみたいな。ことするんですけど、結構やっぱそれが正解だったりするのかなって思いますね。やっぱこの人が世界一のペッカバルーン使いなんで、よいしょ、まあ、こんな感じで別に序盤はねそんな有利取んなくていいですね。うん。でそらでもこれ今マスケとマスケ切って、そうでこういう相手にはマスケ切ったりしたので、もうこういうのをねバルーンスコーンって言ってね、こういうの無視します。でマスケに対してフリーズを打つと。で、遅れてきたコウモリとかにザップを打つという感じですね。よいしょ。こんな感じで、ちょっと有利なね、交換をします。で、相手はディガーとウォールブレイカー切ったんで、これは無視でいいですね。これは無視して、こっちがね、1600か1700ぐらいまで削られると思うので、よいしょ。あ、1800だ。オッケーオッケー。で、これで相手はディガー切ったのは、後ろからメガナイトとかが来るのかなって感じですけど、あ、これ回してるな。来るな、こっちに。で、こっち出したからこっち来るかもしれないですね。はい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 。で、相手はマスケとコウモリがあるので、ここ、端前ペッカします。まあ、さすがにね、この、アイスウィザードがね、残っているんでね。よいしょ。で、OKOK。ちゃんとね、こういう感じで、ええ感じにしてあげて、でこれはもう、ザップだけでね、いけるんで。あいちあぼう、まあ、とりあえずこんな感じで、あれですね、はい、今ねコウモリ来るかと思ってザッポンをしてこっち見てたんですけど、こっち来なかったんでね、よいしょ。であとはこれでねベビドラ出してあげて、あげて、オッケーオッケー。こんな感じでね、あと25秒ですね、守っていきたいと思います。よいしょ。はい、まあこれはよいしょ、まあ、あとはフリーズすればいいんでね、メガナイトが来たら、よし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 、オッケーオッケー。であとはディガーにパキーンってフリーズしてあげて、まあ、こんな感じでねグッドゲームと。でフッキーフッキーフッキーって感じでね、まあ、こんな感じでねええ感じに、ペッカバルーンね使えます。で本当はねペッカに対してと、相手のねマスケとかをペッカトルネで処理するシーンもねちょっと見せたいので、もうちょいやります。なんですけどね、とりあえずこれアイスイーズとかは自分のねまあ守りたい方向、まあてかこのデッキは結構トルネとフリーズとかあって結構重めのねデッキなので、ペッカも入っててベビドラハブっててだいたい4コスとか5コスでペッカが7コスなんで結構ね、切りにくいですね。なんでアイスイーズとかを切ってしまうと、まあそうですね、逆サイとか来た時にちょっとね大きいユニットばっかでなんだろうな、小回りが効かないんですね。本当にスケとかコウモリとかないので、普通のバルーンデッキとかとはちょっと違うんでね、うん、まあただ待つのはちょっと面白くないので一回アイスイズを切っていきます。あーペッカか、うーんどうしようかなこれ、まあ、これはビビトラとかかな。ペッカの受けがねえな、ペッカ以外に。
なんでここはワンチャン、どうしようかな。よいしょ。まあ、ベビドラ、相手陣地入らないでしょう。これは、OK。これはね、コウモリで処理されたら良くないので。よいしょ。OK、OK。これは美味しい。ボーラーごとペッカで処理できますね。プリンセスってことはなんか枯渇要素がありそうですね。これザップ。パーン。オッケー、オッケー、オッケー。これ処理できる。ランバーかな。もしなんか来たらフリーズ打つか。オッケー。ハンター切って、なるほど。まあ、これは真ん中のアイスイーズでどっちも処理していきます。ワンチャンディガーとか繋げられてもめんどくさいんでね、コウモリに。で、ハンターとプリンセス切ったんで、ここいけそうだな、普通に。よいしょ。で、まあ一応空が来た時用にフリーザー構えるんですけど、多分空ねえと思うんですよ。うん、プリンぐらいですね。で、プリン多分これ落下で、潰せるんで、フリーズしていきます。パギーン！オッケーオッケーオッケー。で、ここは、ベビドラで許容します。オッケーオッケー。これペッカ来たらね、ペッカで受けますね。オッケー、よいしょ。アイスイーズつけて、まあ、このベビドラ死んでもいいですね。アイスイーズがいるんでコウモリは処理できます。オッケーオッケーオッケー。こんな感じで結構ね、なんだろうな、対空、相手の対空見極めて、あとね、ペッカだとあんまバルーンってね思われないんですよね。そうなんで、まあ、陸系なんか入ってんのかなみたいな感じになっちゃうと思うんでね。はい、まあ、こういうのもね、フリーズ打ってあげれば結構入るんでね。ちょっとシャシャった最後だからちょっとシャシャってしまった。まあまあまあ、まあ、こんな感じでね、結構簡単に勝てるんでおすすめですね。おすすめだし、相手がね、簡単に対空を切るんですよ。本当にね、ベビドラとか、アイスイズに対して、ハンターとかはね、あとマスケですね。特にベビドラに対してですね。だからこの、ペッカデッキにベビドラが入ってんのは、多分そう、対空を切らせるためだと思うんですよ。そう、ベビドラってやっぱ、空飛んでるから、めんどくさいですね。だからマジアチャとかね、エレキとかそこら辺の、対空に対して強いからですね。そういうのを切らせてから、バルーン、スパーンって投げて、まあ、あとね、手札相手、相手の手札コウモリしかないよって時とかに投げると結構ね、そのあれですね、トルネであったりフリーズであったりザップであったり、ね、何でも処理できるんで、そうですね、ガゴムレとかもザッププラスのもう一枚ね、呪文何かトルネとかね、フリーズとかと組み合わせればガゴムレとかも倒せるんで、はい、なんでね、そんな感じですね。でこういう手札の時、アナバンはね初手バルーン飛ばしてました。はい、なので俺も飛ばします。バーン、オーケーオーケー。これは美味しい。で、ホグの位置、これ見てください。この位置に飛ばしてくると、ノーダメでキング起動できます。よいしょ。このね、トルネの位置、覚えてください。よいしょ。で、ここはノーダメキング起動したので、次はペッカとかでね、抑えたいので、ここはアイスウィズで受けます。チャキーン。オーケーオーケー。で、これは多分ね、ゴブリンとバルキリが入ってる、あれですね、ファルチャホグですね。なんで、これは結構めんどくさいと思うので、ね、ベビドラ、これね、ファルチェしか受けがいないので、あ、オッケーオッケーオッケー。そいつが来たら美味しいと。オッケー、これはペッカで受けまーす。オッケー、これでファルチェ出してきたら、いやでもね、バルーン飛ばすとね、あれなんですよね。なんで、オッケー。バルーン飛ばしちゃうか。ちょ、やることないんでね。オッケー、よいしょ、オッケーオッケーオッケー。これ多分一発入りますね。で、あとは落下で結構いい感じにいけそう。頼む、死んでくれ、頼む頼む。よし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 、オッケーオッケーオッケー。結構いい感じですね。で、あとはバルキリーとかが後ろから来るか、もう一回ね、適当に、バルキリーを端前近くで回してホグですね。これホグ来るやつですね。なんでこれはトルネで美味しく美味しく一生、よいしょ、という感じでね、守りも結構鉄壁ですね。うん。で、これは、しっかりバルーン飛ばしていきます。なんで360そんな飛ばさなくてよくねってね、思うかもしれないですけど、これ大型呪文がないのでね、ここもフリーズで、パキーンっていきますね。よいしょ。落下ダメージでもね、入れとかないと、あれなんですよ。最後ね、落としきれないんで、やっぱ。
よし、オッケー。ここはまあ適当に、これペッカ2発殴って、あとはキングがね殴ってくれるんで、あ、一発か。オッケーオッケー。で、これはまあバルーンが入るんで、よいしょ、オッケーオッケー。これワンチャンロケ来るけど、まあ来たら来たでね。はい、フリーズ、ありがとうございます。シュー、あー、やべーやべー、しゃしゃ、危ない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 。オッケーオッケーオッケー。で、これはあとはザップでね、フキ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 パーンって感じでね、 GG ですね。はい、って感じで、こんな感じでね、結構強いです。強いし、割とねデッキ見た時、いやいやいや、やばいでしょこのデッキと、なる人ね、いると思うんですけど、なかなか使いやすいですね。うん、なかなか使いやすい。ただこの手札になった時ですね、4枚、今さっきみたいになった時ですね、まあ、ベビドラとランバーと、まあ、アイスイーツとザッパーで、正直後ろから切っちゃえばいいんですけどね。うん、なんですけど、この4枚になった時はやっぱりまあトルネを芝で打つわけにもいかないしね。うん、誰が焼き鳥やと、いう話になってしまうので、ここはね、多分端前バルーンですね。後ろバルーンもやっぱ、相手の手札が事故ってない時に、事故っててもね、対空を、ね、適当にね、ホグとかゴブリンとかで回されて、コウモリとかね、マスケが回っちゃうかもしれないので、バルーンは端前でいいですね。で、その若干不利になるかも、相手のね、厚めに対空があったら若干不利になるんですけど、アイスイーズとかね、まあ序盤なんでアイスイーズ取るんで、ね、結構守れると思うので、そういう感じで、ね、やってくれればと思います。ということで、今日はこの辺で終わります。またね、最近ペッカの動画上げてなかったんで、ペッカ、いろんなペッカですね。ペッカバルーンであったり、ペッカスキャラとかね、ペッカ工場もね、もちろん上げていきたいと思うんでね、もしよければね、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで終わります。バイバイ。